はい、おはようございます、安水です。今日はですね、 ZV の E10 ですね、それを使ってカタリストブラウズですね、カタリストブラウズの検証をしていきたいと思います。はい、ということでね、ここからは500秒分の1ですね。過去の経験から言って500秒分の1でね、にじみは止まると思いますので、撮っていきたいと思います。で、今は超広角の 10mm か、で撮ってますけど、にじみの方はいかがでしょうかね。ちょっと上の方にちょっと向けましたけど、今日はピクチャープロファイル PP10 です、で撮ってますが、どうですか、カタリストブラウズの効き具合なんかもね、合わせて見ていただきたいんですけど、はい、いかがでございましょうか。お、なんかステージで今日はなんか演奏会あるんですかね、準備してますね。さあどうですか、まあカタリストブラウズ使うと、確かにブレはこのように収まるんですけれども、ジンバルとの大きな違いは常に画面を見て、水平が合っとるかどうか確認しないと、水平だと思ってずっとね、前の方を見て撮ってると水平が取れてないっていう可能性ありますね。ここはまだね、ジンバルの方が信頼感上ですよね。はい、10mm の画角、 APS-C のね、10mm の画角こんな感じになりますけど、どうでしょう。わあ、雲がね、秋らしいですね。はい、僕のね、過去の実験ではカタリストブラウズ、ジンバルとの併用はね、あんまり好ましくないですね。せいぜいね、ジンバルプラスボディ内手ブレ補正ね、ソニーでいうとスタンダードがギリですかね。ただね、それでもやっぱりね、ちょっと不自然になりがちなので、できれば本当に手持ちで撮った方が自然な感じでね、手ブレ補正効きますので、その方がベターですね。はい、あとね、カタリストブラウズ、まあ無料のね、ソニーのソフトなんですけど、ちょっと残念なのが、こういう風にファイルをね、連続して書き出すことできないんですよね。まあ一個一個ね、手ブレ補正をかけて出力、はい終了、はいまたファイル寄り込みの繰り返しなんですよ。で、有料版はね、連続でできます。確かテラセンがね、月々14ドルだか15ドルするんですけど、まあ僕ね、アドビプレミア全然使ってないんで、それをやめて、ちょっとね、カタリストブラウズの有料版、今日の結果次第によってはね、乗り換えたいと思います。どうかな、使えるかな。はい、それで昨日ね、カタリストブラウズいじってて気がついたんですけど、通常ね、出力のファイル形式って、大体はね、カメラで撮った同じ S ログなら S ログで指定して出力すると思うんですけど、それをですね、なんつったかな、XHVS のイントラ、まあ、オールイントラのことかどうかわかんないですけど、要はね、422の10ビットに一応出力することができるんですね。ただし、元データがね、そもそも8ビットなんで、10ビットに化けるわけではないんですけど、ただね、昨日ちょっとね、空ぶれとかちょっといじってみたんですけど、なんていうのかな、ちょっと重たい処理をかけたりですとか、あと色味の具合もね、その XHVS イントラ、ただね、ファイル容量が倍以上かな、ちょっと重たくなっちゃうんですけど、
それでね、出力かけてちょっとね、色編集しましたらね、結構良かったんで、今回のね、この映像もね、その、XHVS、ソニーさんの言い方ややこしいんだよな、のイントラ、でね、出力をかけて編集してます。どうですか、色味ですとか、いかがでございましょうか。はい、今日の札幌の気温はご覧いただいている通り12度でございます。さすがにね、ちょっと肌寒い感じしますね。はい、今ずっとね500秒分の位置で撮ってます。はい、札幌も今日からですかね、いよいよ緊急事態宣言が解除になって、飲食店さんが、夜何時までですか、通常通りの営業できるようになったのかな。なんかかなり、ようやくね、今まで飲食店さんが本当に犠牲になってましたからね。はい、で解放されるのかな。まあこれでね、特に飲食店さんのね景気が良くなればいいんですけれども、音声入ってますでしょうか。はい、ここのね大噴水もあと何日でしょうかね。今月いっぱいまでかな。はい、カタリストブラウズの場合、こう手持ちでこういう風にパンっていうか、どうですかね、安定してますかね。では今ね F8 500秒分の位置で、なるべくね手ぶれ置きないつもりで、歩いて撮ってるんですけど、どうですかね。これでカタリストブラウズの安定性みたいのがちょっとね、遠景見ていただくとよくわかると思うんですけど、どうでしょうかね。アドビープレミアプロと入れ替えするかな、有料版に。さあこの結果次第だな。はい、ところで皆さん、噂の Windows 12、入れ替えしましたでしょうか。私はね Windows 12ももちろん入れ替えしたんですけど、ただね言えることはですね、あんまりなんていうのかな、 Windows 10とね変わんないですね。あれ僕 Windows 11って言ったっけ、12って言っちゃいました。Windows 11なんですけど、なんて言ったらいいのかな、ちょっとねもっさり感がねないとは言えないっていうのかな。ちょうどそうだな、普通今までね OS って、その今までですよ、アップグレードしたら、まあ最初はね不安定な面もあるんですけど、でもメリットの方が大きくてね、いい OS だねってなるんですけど、久々ね Windows Vista、 Vista はもっとひどかったんですけど、もうこんなもん使えねえようだったんですが、今回のね Windows 11はね、10の方がまだいいよねって感じなんですよね、正直ね。だから無理してね入れ替えることないんじゃないかな。特に動画編集ソフトウェアなんかがね遅くなったりっていうことはないんですけど、なんちったらいいのかな、なんか全体的にねちょっとねキビキビ感がなくなったり、いまいちですよね動きがね。はい、でおそらくなんですが、まだね Windows ってちょっと AMD に対してねちょっと冷たいというか、やっぱり開発そのものはねインテルとべったりだと思うんですよ。もともとインテルが全面協力みたいなことしてずーっとねマイクロソフトと関係ができてますんで、AMD の対応はねいつもそうなんですけど後回しなんですよね。
で、おそらく開発陣もあのインテルのね CPU を使って、ね、新しい OS の開発してたのは間違いないと思うので、まあ AMD は動くか動かないかぐらいの検証かな、そんな気がねしますね。はい、でね Windows 11で、まあ、これ慣れなんでしょうけど、イラッとしたのがですね、メニューですね、スタートメニュー、スタートのねところ、今まで Windows 10ってあの何ちゅうのかな、マウスをガッとね左下に思いっきり適当にガッと左下に行ってポッポコッとクリックすればすぐメニュー開くんですけど、真ん中にねそれ来ちゃったんで、メニューの位置がね開く、ガッと適当にってわけにいかないんですよ。一回真ん中にガンと下ろして、あどこだどこだって、あここねって、ちょっとねそれがね意外とねちょっとイラッとするんですよね。あれメニューの位置左に変更できないですかね。だと適当にガッとね、マウスを左に思いっきり早くね動かせば一発でいけたんですけど、それがちょっとできないのがねイラッとしますね。はい、どうでしょうか、天高く馬こゆる秋ですかね、札幌も短い秋ですけどね、もうまさに秋真っ最中って感じですね。さあカタリストブラウズ、こう旋回撮りっぽくしてもちゃんと大丈夫かな、うん、うまく撮れてますでしょうかね。はい、今札幌市役所の横をねちょっとね、歩いていきますけれども、どうですかカタリストブラウズの安定感なんかはね、どんなもんでございましょうか。まあ、できる限りね手ぶれは起こさないようにした方が、なんていうんですかね、クロップ率もね少なく済みますし、まあ、基本的にねあの手動でそうですね 90% ぐらいにすれば、そんなにねブレ気にならなくなるぐらいで収まりますので、オートでやっちゃうとね 20% ぐらいクロップされたりすることあるので、うん、ちょっとね、手動でねちょっと下げてあげた方がいいですね。はい、昔はねもうがっかりする札幌の観光名所でもう時計台が有名だったんですけど、今みたくね、SNS とかいろんなインターネットなんてない時代はですね、時計台はねなんか何ていうか羊ヶ丘展望台とかね、なんかそういう綺麗なね小高い丘の上に、うん、立地してるような想像される方が多くて、まさかねこんなビルのねど真ん中にね、時計台があるっていうふうにはね思わない方がね多かったようなんですよね。今もみんなね、知ってますよね。おお、ちょうど時計台になりましたね。音どうですか。あー、お客さんもねちょっと増えてきましたね。はい、結局マクドナルドにしました。モーニングやってなかったんですよね。そうすると800円ぐらいかかるんですよ。マクドナルドだとこれで350円です。やっぱりこっち選んじゃうよね。はい、ノルベサの前のハロウィン一色ですね。はい、飲食店もね復活ですね。はい、ゆうべさの一番下はねこのハロウィンのなんかコーナーみたいなのがありましたね。ほらこんな感じでね。はい、でピアノのね弾き語りコーナー、弾き語りコーナーって言うんですか。はい、それもねありますね。どうでしょうか、腕に自信のある方。
ここで演奏されては、はい、ハロウィン気分でね演奏できますね。はい、ということで今日はカタリストブラウズの実験いかがだったでしょうか。いつもね私の一方的な思い込みの動画お付き合いいただきありがとうございます。思い込みついでに、とんでもないレンズをまたちょっとね購入しましたので、到着次第ね、またテスト撮影してご紹介したいと思います。はい、それでは今日はこれでお別れです。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。